あの、なんでこんなにカノカリが面白いのか。普通の主人公が普通のままで高根の花に挑むからですね。僕ら男にとっては、この平凡な男の子と高根の花な女の子、この差分が物語になり得るんですね。ある種の少年ジャンプ的な超えられない壁を超えるみたいな体験をカノカリはさせてくれるわけです。はい、どうも皆さんです。えー、今日なんですけど、こちら。 えー、彼女をお借りしますがなぜ面白いのかという話をしていきたいと思います。えー、まず前提として、えー、僕の、まあ、本棚のこれあるんですけど、本棚はこちらですね。えー、彼女をお借りしますっていうのが、まあ、上の方にありますが、僕はですね、あのー、まあ、相当好きです、この漫画が。で、なんでこの漫画が好きなんだろうっていうのをちょっと考えました。で、その考えた、まあ、なんて言うんでしょう、思考みたいなものを今回は話していこうと思います。 で、カノカリはですね、あのー、ま、あよく僕、女友達から、えー、童貞が読む漫画だっていう風によく言われて、まあ、結構揶揄されてきた漫画なんですが、アニメなんですが、うん、でもね、あの、本当にこの漫画めっちゃ面白いんですよ。めっちゃ面白いんですよ。うん。だから、そのね、理由、あの、なんでこんなにカノカリが面白いのか、特に男子に向けて面白いのかっていうのを、たった一個の理由話していきたいと思います。はい。 で、じゃあ早速、そのたった一個の理由話していきたいんですけど、何かっていうと、普通の主人公が普通のままで高値の花に挑むからですね。はい。まあ、ちょっと話していくんですけど、この内容を。うんと 主人公、木,木下和也くんっていうんですね。あの、木下和也くんの和也っていうのは作者の、えー、宮島先生の、えー、お兄さんが和也っていう名前らしくてですね。で、木下っていう名字は、まあ、 ちょっとモサイ。えっ、ー、と、普通の、まあ、モブキャラみたいな名字、何かないかなっつって木の下っていうのを名付けたっていうのを作者が前に後書きで話してたんですけど、まあ、そういうような、かなり普通の平々ボンボンなキャラクターなんですね。で、そのキャラクターが主人公で、ヒロインは、一ノ瀬千鶴、水原千鶴っていう女の子です。もう本当に高根の花で、レンタル彼女を、まあ、バイトでやってて、すごく可愛い。 美人でスタイルがいい。そんなキャラクターなんですね。この主人公とヒロイン。まあ、すごく主人公にとっては高根の花の存在なわけなんですけれども、すごく差分があるわけですね。ここの両者には、えー、まあ、超えられない壁がある。うん。まあ、僕ら、男の子からすると、ですよ。うん。高根の花に挑むって相当大変なことじゃないですか。僕は結構大変なことだと思うんですね。で、 だからこそ、僕ら男にとっては、この平凡な男の子と高嶺の花な女の子、この差分が物語になり得るんですね。この差分が少年ジャンプになり得るんですよ。はい。なんで僕らは恋愛漫画、もちろんカノカリは恋愛漫画なんですけど、恋愛漫画を見ながら、ヒロアカとかワンピースとかそういうのを見るような気分になってくる、ある種の少年ジャンプ的な、 超えられない壁を超えるみたいな体験をカノカリはさせてくれるわけです。じゃあなんでその超えられない壁を超えるっていう体験をカノカリがね、させてくれるのか、その要因は何なのかっていうと、やっぱりカズヤ君主人公がい普通な男の子、そしてその普通をずーっと と36巻、今36巻まで出てるんですけど、36巻までずーっと普通であり続けていることなんですよ。これがすごいところです。はい。ワンピースとか、ヒロアカとかあるじゃないですか。で、よくね、あの、ワンピースは、まあ、ゴムゴムの実を食べて、で、ちょっとネタバレしますけど、まあ、ニカっていうね、あの、実は厳重種だったみたいな。そういうオチがあった。つまりは、まあ、一定の才能をまず得ていたわけじゃないですか。 で、ヒロアカにしたって、一番最初はもちろん無個性だったんだけれども、そっからすぐワン・フォー・オールゲットしましたと。うん。で、まあ、そういうようなキャラクターじゃないですか。このヒロアカとかワンピースとかっていうのは、つまりですね、ある壁を越えるために、彼らは才能っていうものを一個与えられてるんですね。そして、その才能ってのは、めちゃくちゃ俺ら、読者から見てね、視聴者から見て、めちゃくちゃでかい才能だったりするんですよ。うん。要するに、 ワンピースの、えー、ゴムゴムの実だったら、まあ空強いよねっていう実じゃないですか、悪魔の実。まあもちろん判明したのは後半でですけど。うん。で、ヒロアカでしたら、まあオールマイトからね、受け取った、継承したワンフォーオールっていう力、最強の力ですよ。うん。だから、もちろんこの二人は、まあ壁を乗り越えるのは感動するんだけれども、壁を乗り越えるための武器をそもそももらってるよねっていう意識に僕ら視聴者はな、なる。 だったりするわけです。けど、カのカりは違うんです。カのカりは、この一ノ瀬千鶴っていう大きな壁を越えるために、何を持って、作者がね、何を和也くんに付与したかっていうと、いいやつっていうだけなんですよ。はい。和也くんは、めちゃくちゃいいやつなだけなんです。めちゃくちゃいいやつだから、一ノ瀬千,千鶴にめっちゃ奉仕するし、千鶴のために動く。うん。 で、しかも、ま、周りの人のためにも動く、みたいな、そんなただのいいやつなんです。ただのいいやつっていう、めっちゃ平凡なスキルしか持ってない、彼が、高値の花であるチズルを、こう、ゲットしていくっていう様が、僕らを感動させてくれるんだと思います。要するに、ルフィとかじゃないんですよ。うん。あの、 めっちゃいい力を得ているっていうキャラクターじゃないんですね、かずくんは、うん。普通だったら、めちゃくちゃ実はイケメンでしたみたいなオチとか、えー、実は幼馴染でしたみたいなオチあるじゃないですか。そんなもんないんですよ。そんなもんなくて、 本当にいいやつっていう能力だけをもってして、一の瀬を倒、まあ、倒すじゃないですけど、一の瀬を攻略していく、ゲットしていく、そういう話がえ、この彼女をお借りしますっていう漫画なんですね。うん。だから、すごく僕らは感情移入できるわけですよ。すごく平凡で、もうただの普通の人間だから、自分とリンクするんですね。全然スーパースターじゃないんですよ。大谷翔平じゃないんですよ。 普通の人間だから、そんな普通な人間が壁を乗り越えていく、いくつもの壁を自分の斧がメンタル、いいやつっていうことだけで乗り越えていくから、すごく、こう、なんて言うんでしょうね、感動できる。僕らだっていいやつの側面が一定あるわけじゃないですか。だから、自分にも備わっている能力で、和也くんは物語の中で問題をいろいろ解決していくから、 だから僕らは共感できる。家族にすごく共感できるわけなんですね。うん。もちろん女性にとっては、この高根の花を攻略するっていうことが、まあある種壁に感じないっていう読者も、女性の読者もいらっしゃるからこそ、女性の読者がめっちゃ多いっていうわけではないのかもしれないけれども、でもですよ。うん。あの、まあ女性も男性も、 この高嶺の花を攻略するっていうことが壁に感じるんだとしたら、そして自分が平凡な人間だと思うんだとしたら、和也くんに感情移入できるはずなんですね。ここがすごくいいところ。和也くんは平凡なまま36巻ずっと平凡で居続ける。ここが本当にすごいんですよ。うん。これね、実は平凡だったんだけど、平凡じゃなくなった。そっから物語の面白さがちょっと欠けだなっていう例もあるんです。 例えば、リゼロから始まり世界生活っていう作品があるじゃないですか。アニメも展開されて、小説も展開されてます。あれは、リゼロの主人公はスバル君っていう主人公ですけど、死に戻りという能力をね、持ってます。死に戻り。これはですね、要するに死んだら、えー、そこからね、ゲームオーバーしたら、えー、ロード地点まで戻るっていう、まあそういう能力なんですね。で、この能力、死に戻りの能力だけだったら、正直な話、 いいか悪いかで言うと、ちょっと微妙なところがあるわけですね。つまり、最強の能力かというとそうではないし、弱すぎるかって言われるとそうでもない。でも若干、こう弱いよりかなみたいな思うわけです。なんでかっていうと、スバルくんはただの平凡な人間。ただの平凡な人間だから、死に戻りの能力だけで、この、ね。 あの、平凡な人間なところは変わらないわけじゃないですか。死に戻りなところは一切変わってない。ああ、平凡なところは一切変わってない。ただ、死に戻りができるっていうだけで、死に戻りした後に自分のメンタルがやられちゃったら、そう、要するに、スバル君は何もできないわけじゃないですか。スバル君が本当にすごいのは、普通な人間なんですよ。普通な人間なんです。普通な人間が、死に戻りっていうちょっとおまけのスキルを得て、いろんな問題を自分の、 普通なスキルで会話とかネゴシエーションとか交渉とか先回りみたいなところで解決していく。これがね、リゼロの本来の面白さだったはずなんです。ですが、急にね、神の見えざる手みたいな剣能の力をスバル君が得始めたみたいなそんなところがあったりすると、ちょっとニュアンスが変わってくるわけです。 急に能力強くなったよね。急に普通の人間じゃなくなったよねっていうふうに読者は思っちゃうわけです。ここがね、リゼロの惜しいポイントだったなっていうふうに僕は思ってます。に、も、かかわらず、かのかりは、ずーっと平凡なんです、カズヤくんは。ずーっと平凡。何か特殊なスキルを得た、得るわけでもない。イケメンになるわけでもない。何か結果を出すわけでもないんです。結果なんて和也、カズヤくんずっと出さないんですよ。でもね、 でも、それでもなお、カズヤくんは、めげずに、千ずるにアタックしに行く。これがね、やっぱり面白い根源なんだな、というふうに、えー、まあ僕は思っています。はい。まあ、そんな感じで、あの、今回、カノカリがなぜ面白いのかという話していったんですけど、やっぱり一番のミソは、平凡なキャラクターが平凡であり続けて、一の瀬を攻略するために頑張り続ける。ここの側面がめちゃくちゃ面白いポイントだな、っていうふうに思います。もうね、 恋愛漫画なんだけど、僕は少年漫画として読んでます。えー、あの、かのかりはね、少年漫画として読んでる。それぐらい面白い漫画なんで、ぜひですね、えー、皆さん一度読んでみてほしいな、アニメも見てほしいなっていうふうに思います。はい、えー。そんな感じでね、こんな風にアニメ紹介とか、あの自分の作ってるエンタメの話とか、えー、自分の、えー、エンタメの作業風景とかね、そういうのを発信していくチャンネルですので、よかったらチャンネル登録と高評価ないとぞよろしくお願いいたします。あと、この動画がいいなと思ったら、えー、高評価よろしくお願いいたします。それではまた。